チュー。皆さんこんにちは、南都商工会青年部です。本日の南チューブはこちら福光にありますゲストハウス井戸さんにお邪魔したいと思います。それでは行きましょう。こちらですね、ゲストハウス井戸さん、こちらに駐車場もあります。加藤さん、こんにちは。こんにちは。ゲストハウス井戸を管理している加藤めぐみと申します。ゲストハウスって来たことありますか？いや、今回が初めてなんですけど、ゲストハウスってどんなことするのかなんですか？はい、ゲストハウスは格安で素泊まりで食事が出ない格安のホテルっていう形です。こちらのゲストハウスは地元の面白さを再発見するために作りました。今日はこのゲストハウスを紹介していきたいと思います。では館内案内していきたいと思います。はい、お願いします。セルフカフェをやってまして、これも飲めるんですか？はい、自家製のティーになってまして、200円で自分で入れていただいて飲めます。いいですね、これやっちゃう、これやっちゃう。お金はホストに入れてください。次、こちらがキッチンになります。食器と電気調理器があるので、こちら自由に使っていただけます。冷蔵庫もあります。次、こちらですね。で、ここもコミュニティスペースとしてやってるんですけど、こういう小物も販売してます。地元の作家さんが多いです。友達とか近所の方とかにお願いして置かせてもらっているものです。これも購入できます。福光のバットを使ってるんですね。はい、バットの廃材で地元の方が手作りで作ったミニチュア家具になります。これって何ですか？はい、このお家から見つかった昔の足踏み機です。すごい歴史を感じますね。はい、オブジェのように歴史を感じていただくために置いてます。こちらが水回り、洗面所とトイレになります。トイレも綺麗ですね。奥が洗濯機とシャワーあるんで、お風呂はなしでシャワーだけです。で、ここは全部水回りで作り替えました。では2階にどうぞ。はい、階段急なんで気をつけてください。2階には泊まりの方専用の読書ルームがあります。自由に読書できます。で、こちらが2段ベッドが3台置いてある6人のお部屋になります。で、上と下でベッドがあるんですけれども、こんな感じなんですね。はい、ちょっと中見ますね。あ、すいません、お休み中やったみたいですね。こういう感じで、はい、寝ながら読書できます。次、個室のお部屋になります。こちらでは4名様まで布団で寝ていただくお部屋になります。広く使えて明るさも十分あるので、いかがですか、山本さん？いやー、広々使えていいですね。では次行きます。こちらで浅布の織り体験ができると聞いたんですが。はい、こちらでは泊まることだけではなく、織り体験だけで来ていただくこともできます。 A コース、B コース、C コースありまして、アクセサリー、コースターコースと素敵な小物コース、あとランチョンマット、もしくはエコバッグコースがあります。それぞれ時間が違うので3コースから選んでいただけます。今日はこの中のこの B のこのコースをしていただこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず最初に毛糸があるので、この中からその色を選んでいただきます。1色ですか？2色今回はお願いします。そしたらこれとこれで、はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。まず右手、左手、この紐の下から左手で真ん中に回って、はい、この火を動かす電線になるので、そのまま下に合わせます。あ、そうです、そうです。あ、すごい上手結構力ありますね。そうですね、はい、あ、でも上手、すごい
を変えてください。引いて、足変えて、戻して、カチャン。引いて、足変えて、戻して。引くのと足変えるの同時で。え？そんな難しい。とりあえずカチャンしてください。はい。引く、足変える。戻して、カチャン。そうです。それをもう連続で。そのままそうです。思ったり難しいですね、これすごいです。ここが山本さんのところなんで、もうですね、初心者にしてはすごい綺麗です。本当ですか？本当に。はい、ありがとうございます。はい、こんな感じで体験修行、はい、行きます。これ最初にギュッて、もう力いっぱいギュッて、そう痛くない？大丈夫？お、強いね。もう少し、OK！ 入った入ったよ。ほら、できた。簡単。受けてみる？でかいかも。痛い？大丈夫。あ、でも似合う。見て見て、かわいいよ。ほら、来て。いや、一気になんか大人が増したね。やばいね。本日はありがとうございました。ゲストハウス糸では、一人から貸し切りでお泊まりができます。時間貸しもしています。少し分かりにくい場所にあるんですけれども、元気に営業しています。朝布の織体験ができるゲストハウスは全国にここだけですので、よかったらご利用ください。元気をつなごう、なんちゅー。愛するすべてのためにどんどん動画をアップして元気を届けていきますので、皆様お楽しみに。